かもね。これなんでしょうか、ガチト君。なんかね、ウルトラマン描いたそっちのあれ。時間ですね、これプリンターっつんですね、これは。プリンターが壊れちゃったから新しいのを買いました。なんで壊れちゃったから。なんで壊れちゃったから新しいの買ったの。なんで壊れちゃったから。なんで壊れちゃったから。なんでね、今回買ったのはキャノンのキャリーパンパン。キャリーパンパンじゃないよ。キャノンっていう会社のピクサス MG7130。 新幹線って、そんなこと一言も言ってませんね。キャノンのピクサスっていうプリンターに買いました。新幹線なんだ。じゃあ早速開けてみましょう。新しいプリンターを購入しました。今回購入しましたのはキャノンの G3360 というやつです。こちらの方はヨドバシカメラで 29,800 円ぐらいだったかな、プラスポイント 10% みたいな感じだったんで、まあ実質26,000円とかそんぐらいだと思います。はい、まず電源でしょ。まあ、インクがこんなヤクルトみたいな。で、これなんだこれ、こんなやつなんだこれね。ボトルみたいに入ってるインクが、こんなんが、あ、プリンターヘッドかな、面白い。これプリンターヘッドとかハイインクのタンクとかも自分でなんか交換できるらしいです。これと、おや、本体が意外とちょっとでかいのこれ。あ、今のパソコンのあそこには入らないかもね、これでかっ。まず最初にプリントヘッドを取り付けるみたいですね。ここが開くのかな。ここが開くのか。お、ここが開くんで、これを、このなんかテープを外すのか。この音固定してあるこれを、これを外しますと。よいしょ。それで、これがプリンターヘッドやね。プリンターヘッド2つついてる。 C、 これとこれが何でしょう。こんな剥がしてください。あ、ここに剥がすの。
面白い。ここテープを剥がしますと。ね。ここをつまんで、つまんで開く。ああ、こんな感じで開くと。それで、欲しいよ、こっち側。ここにプリンター入ってるの。で、同じように、B、B のやつも、で、ここを取って、これも、ここに入れますと。で、カチッとするまで上から押す。これでいいのかな？カチッとするまで上から押すと。ここを押し込む。左右の、しっかり押し込む。おー、カチッとするね。お、これでいいのかな？で、カバーを閉じる。これで閉じるのか。はい。これで、プリンターヘッドが、設定が終わったんで、なんか電源ここで入れますって書いてます。電源どこだ、電源は。え、ここ、あ、ここにある。ここの電源を入れますと。結構うるせえな。そんで、またこれ開くのか。ここを開いて、はい、そしたら次はインクを注ぐ。で、これ面白いね、これ。こんな自分でインクを注入するみたいですね、これ。はい。で、この黒と黒はなんか2本ついてる、最初から。はい。で、黒はここみたいですね。ここを開けて、んで、おぉ、で、これを、開けて、なんだこれ。お、な、お、これ。これをここに、ここに刺すの。差し込む。そういうこと。ここにこうして。え？垂直に立って収集する。お、あ、なんか入ってってる。お、このあれやね、ここの窓にタンク、インクの量が見える。うん、これで今入れ終わりました。終わったかな。で、抜く。おー、はい。はい。それで同じように、青と、ピンクと、これが黄色か。黄色のタンクも、インクもついてるんで、これを多分ここに全部入れるみたいです。同じようにこれも
青はこうして、お、大丈夫で、これまたこう開けて、これを刺すのかな、またよいしょこうするのか、はい、青が入れ終わりましたと。はい、ピンクも入れました。はいはい、黄色も、はい、入れ終わりましたと。はい、でインク全部入れ終わったんで、これであれ一応で、ここにインク全部入れましたかみたいなのが出てるんで、はいにすればいいのかな。はいはいで OK。 でセットアップが残り5分。